続きまして第4試合シングルマッチ45分1本サーブを行います。赤コーナーより中車選手の入場です。さあこれからね入っていきます。中車選手、先週関東の方で試合に出ていたと。そうですね、ということで、3週連続の試合っていう形になりますね。3週連続ですか、2週なのかな、まあ、でも結構短いスパンで、試合を行っているので、まあ、瀬戸選手と並んでですけれども、あの試合のね、経験を高校杯みたいに一番ミスが取ってる。積んでますから、どんどん経験が積んでる中さんです。だから今回のシングルマッチをなかなかいい試合してくれるんじゃないでしょうか。よっしゃー。さあ甘いフェイスピースサインをしながらリングインしていくよ。さあ軽快なリングイン。中コーナー、いよいよ中車続きまして、青コーナーよりジャイアント選手の入場です。さあ、いかにもね、悪役が出てきそうな感じの入場曲が流れておりますけれども、雰囲気が出てガラッと変わりましたね。はい、さあ入ってくるのはジャイアント選手ということで、実はね、仕事上げでそのまま直行できたっていう噂なんですけれども、さあジャイアント選手なかなか入場してこない。あ、しかし入ってきましたね。対照的にゆったりの入場ですね。なんかね、写メ鏡を見せていきますけど、顔はもう完全になんか敵の人じゃないですよね。あ、顔だけじゃなくて体型もこちらで。そうですね、おそらくですね、僕はあのお仕事の方は詳しくは存じ上げないですけれども、おそらくまともな仕事はしないんだろうなっていう気がしますね。なんか睨まれそうで怖くて何も言えないです。さあ、ゆったりと上がってきて、辺りを見回して、おっと、これはノックオフをまたいでリングイン。さあ、コーナー、同じくスピードでジャイアント。上にベストオープン、サングラスがすごいおつまりに投げつけられましたけれども、これは予想していない展開になりました。まさか最初から仕掛けるとは思わず。さあ、取るのか、おっと、これは飛ばないが、いや、ちょっと場外に飛んでしたが、中澤選手、最初から飛ばしますね。いきなり、なんていうんですか、こう、自爆覚悟のような捨て身の攻撃に行きましたね。さあ、オシングラックはここからではよく様子が見えないというところではありますが、さあ、ここは腕を捉えてますかね。腕を捉えて、さあ、絞り上げて、右腕を取ってますね、これ右腕を取って、おっと、天地にぶつけていく。腕攻め選んだ。そうですね、ジャイアンのパワーファイターですから、まあ、そのパワーの起点となる腕を潰していこう、突き腕を潰そうっていう考えなんじゃないでしょうかね。さあ、これはちょっと苦しいか、腕を攻められている。ジャイアント選手もテクニシャンのイメージあるので。そうですね、さあ、パワーばかりじゃなくて実際テクニックもある選手なんですけれども、やっぱりそういったところも防いでいきたいというところが現れてますね。さあ、やっぱりあの直線でパワーの展開に持っていかれるつらいので、こうして序盤から
攻め立てていこうという考えなんでしょうかね。ジャイアント選手のテクニックが出る前に先々に。そうですね。ここが頭がショルダーハンドリカー。さあ、ジャイアント選手だいぶ劣勢に立たされてますね。さあ、ここはリングに入れていって、さあ再び右腕をかなり決めてますね。右腕を攻めていますね。メキシカンのような感じを放送させますね。右腕を攻めるとなるとね。さあ、ジャイアント選手のこういう試合展開って初めて見てるんで、ちょっと驚いてます。そうですね。結構ジャイアント選手、いつも余裕がある感じの試合が多いんですけれども、ちょっと、ね、手放くじかれて先手取られて、そうですね。別のままっていうのも、はい、未だに考えられない。なかなか見られない展開だった。さあ、中条選手がね、このまま勢いのままね、ジャイアント選手に勝利したいところではあります。さあ、ここは一旦離れますが、いや、でも引き続き攻めていきますね。引き続き腕に勝利の勝負。あと、これは痛んでいる腕をさらに振り払っていった。だが、捕まえる、させない、させないと、捕まえるが、おっと、ジャイアント選手のちょっとパワーが出てきましたね、ここは。さあ、走って、おっと、これはハットショット。まあね、向こう気の強いっていうところは、ね、いいと思うんですけど、ちょっとそれは無謀とも言えるわけですから、ちょっとなかなか後先を考えない試合展開になっちゃったのかなっていう気がしますね。さあ、しかしこの重量級のブレーンバスターが入った後に、さあコーナーに走って、さらに重量級、おっと、ヒロシンドロップ。さあ、もう一発いきます。おっと、ニードロップ。さあ、走って、おっと、踏みつけ、さらにの試合で、私これジャイアンツ選手の3発、今の2発、全部食らったんですけど、はいはいはい、もう立ち上がる気力がなくなるぐらいの威力なので、はい、もう心が折れるっていうやつですね。これ永瀬選手が受けたのは体重差もあるんで、はい、相当ダメージ大きいと思うんですよね。さあ、あと今度膝裏を蹴り飛ばしていて、体勢を崩していきましたね。さあ、これは腕を決めをするが、これは決まってますね。さあ、右腕さらに決められているが、いや、伸びてしまったか、上腕ひしぎ。さあ、ちょっとしかし、位置が悪い、ロープが近い。さあ、ここ中田選手は引き込みたいところ。いや、しかしなかなかお互い動けない。さあ、ただジャイアント選手が、おっと、これは上体を起こしていきましたね。状態を起こしていって、これはどうするつもりだ？三角締めですね、これ。さあ、ウイスキーが三角締めに入っていって、さあ、俺はどんどんジャイアント選手の意識がそがれていくか。あと、再び倒されてしまった。さあ、こんなに長い時間攻められてるジャイアント選手、初めて。そうですね。このままの勢いでね、まあ、繰り返しはなりますけれども、このままの勢いで中田選手、決めたいと思います。あ、今度、指まで決めていきますね。さらに、あ、さらに決めてる腕にエルボを落としていく。さあ、もうこれで決めようと言わんばかりの攻め。いや、しかし、立ち上がった。立ち上がってね。おっと、これはどうする？あ、フォールですか、これ。フォール。フォールですか？いや、違う。持ち上げた。このね、やっぱりパワー、テクニックもそうですけどね、このパワーがね、ジャイアント選手の最大の武器ですから、高さがあるっていうね、高さがあればその分ダメージもでかいですから。本当一発で帳消しにしてしまうような、はい、大技ですね、この高さからいくと。そうですね。
さあただね、ジャイアンツ選手も攻められ続けてたんで、すぐには次の手に行けないという状態でしたね、今ね。どちらが主導権を取るのか。見て、気分さま見て。よほど大きいと見えますね、これはね。わーっと、ボールは出ないんだよ。硬い。こんな硬いショルダーする、見たことない。これはかなりのダメージじゃないでしょうか。もう普通の人だったらもう立ち上がれないですよね。そうですね。今の技を使って。さあ、そこでさらにコーナーに押し込んで。おい、調子乗んだな、お前。ほらほら。いくよ。ちゃんと聞いててよ。はい。うわー、痛い。今度は攻撃しない人へのショックですからね。音がすごく響きますね。もう骨が折れてなきゃいいんですけど。はい。よって言ってからやるのはやらしいですね、ジャイアンツ選手ね。ジャイアンツ選手もペースを取り戻して、やっとゆとりが出てきたんでしょうかね。そういうところでしょうね。さあ、こういうね、後半でもね、スタミナ切れを起こさないっていうのが、やっぱりベテランのね、まあ、攻められててもね、そのスタミナが切れないっていうのが、やっぱり、まあ、強みですよね。さあ、強烈なちょっとね、パックコーナーです。はい。チャカチャカうるさいんだよな、動き早くてさ。はいはいはい。足の腰どっちで押せばいい？僕の好みですか？好みです。僕の好みはね、顔面なんですけども。それはやらなくて。はい、じゃあ足、足で、ね、足ね、分かった。さあ、私は何を伏せられてたんでしょうか。ちょっと考えていこうか。さあ、ちょっとね、うっかり僕も勢いに乗せられてしまいましたけれども、そういう、まあ、こういうサイドワークっていうんですか、ね、明らかに足を狙うという宣言をしてからのこのゆとり、はい、まだ時間たっぷりあるから、さ、時間はたっぷりあるからと、もう案にね、ずっと痛み続けるぞということで宣言したわけですけれども、本当に公開処刑を宣言したんです、はい。さあ、まあ、足首をね、グリグリとかはすごいやらしいですね、攻めが。ああ、引きずりましたね、もう完全に。ああ、これ痛い、これ痛い、これ痛い。ダメ以上に痛いぞ。これ多分ね、体の大きなね、お兄ちゃんお姉ちゃんいた人はね、やられたことあるんじゃないかなと思うんですけどね、すごく痛いですよね、これね。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと宣言出ましたよ、今、はい、これすごい雑な感じでさっき叩きつけてましたね。お前なんかにはこれでいいやって続いてますね。もういいだろう、もういいだろうと、ちょっと飽きてきた感じでしょ、これジャイアント選手。じゃあ次はぜひ考えてほしいです。チョークスラム行くぞと、それは宣言したらいいんでしょうか。もちろん、もちろんと。さあ、チョークの抜き下げ、チョークス、おーっと、やっぱり宣言したらダメだったじゃないかというところで飛びついた、これはこれは形勢逆転になるか。さあ、ここでロープに走っていくか。これはもっと人工衛星の方から、これはメサイアのような形で最終的に落ちてきましたね。さあ、変わった形の PDT、 うわっと、ここはこれは腕ですね、腕に蹴りを放ってきましたね。もう本当、中瀬選手は一貫して腕攻めなんですね。そうですね、腕殺し、腕殺しでいってますね。さあ、ここで拾いを取って、さあ、R15 腰に行く。そして走って走って、一回やっていく。さあ、ピッチピッチ連発、ダンベルをして、これは正解。さあ、決めるぞ。さあ、これは決めるぞ。これはまずい。タイガー、スタートです。あ、お疲れ様でした。今、10点ホールドを引きます。引きましたが、ちょっと決めきれなかった。足首の影響なんとかね、見たくなって。足攻めの影響でちょっとブリッジ崩れてしまったという形になりそうですね、これは。中さん、引けた本人もラッシュで、ここですごい最大のチャンスだったのに。はい。さあ、ジャイアンツ選手がサポーター直して、そうですね、結構巻き直してますね。おい、ちょっとチェックしよう、ダメだよ、それ。さあ、でもね、相手のダメージ大きいことを承知の上でのこれですから、やっぱりここがインサイドが崩れているところでしょうね。はい、レフェリー、チェック、チェック、俺も少し休むから、チェック。なかなか
なかね、プロレスの試合で俺も少し休むからって聞いたことないんですけどね、あのアマチュアでもプロでもね。できんのそれ。うわ、やばい、俺でも。逃げてるだけだよ。続けんの、これ。さあ、もうね、もう試合勝ったよって言わんばかりのタイプでしたから。ぽいぽいと煽って、よけていく。これも試合なんだくねえか。さあ、これは不思議な空間が続いておりますが、おっと、ここでサイアン選手の上位投げてた、多分このタイミングを狙ってたんでしょうか。さあ、中澤選手、サイアン外に出したら足が痛んで、つい撃の一投を繰り出せない。いつもだったらもう間髪いわく飛ぶイメージがあるんですけども、そうですね、やっぱちょっと蓄積した足のダメージですね、これは。ジャイアンツ選手、早めに足を潰してっていう対策だったんでしょうかね。はい、やっぱり機動力のあるね、相手にはこうやっぱそれを削いでいくっていうのがやっぱり思考力のチャンスですから。ジャイアンツ選手休ませてしまうと頭怖いんですよね。そうですね、ジャイアンツ選手スタミナの量もそうなんですが、回復力もね、早いんですよね。両手キック、さあ、打点が高いゼロ戦キックで、もっとこれは何をするんだ、何をするんだ、これは一体何をするつもりなんだ。いや、これはおっと、どうする、おっと、これはロープ越しに DDT のような体勢に見えたので、今日も DDT を試みていたように見えるんですが、エプロンに頭を打ちつける DDT。 そうですね、ちょっとね、形若干崩れたように見えましたが、それでもジャイアンツ選手は膝をね、打ちつけてましたから、やっぱりあの膝を痛めると、やっぱり巨体のね、ジャイアンツ選手、辛いものがあると思うんで、それはそれでね、また大きなダメージになったんじゃないかと思われますが、はいはいはい、あ、青手、これは取るか、飛んだー、ロアタッチットペッコンヒーロー。よくやるわ、あんなことと思いますけれどもね、私なんかを見てると。ですね、でも中瀬さん、さっきから自分の体最大限に使って高さのあるもんね。そうですね、やっぱりね、こういったね、まあ、スーサイド暴力という感じですかね。そういった、自分の身を変えられないファイトスタイル、どんどん、まあ、やっぱね、体格が大きい相手にもかかり向かっていくというところで、さあ、それでもやっぱりね、場外に、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、ナイン、テン、イレブン。こちらが様子見えませんが、ジャイアンツ大丈夫なんですか。結構時間がかかってます。カウンター大きい。あとこれ中田選手が出ました。これカウンターフラットに戻って、さあここで狙うはあとトラップキック、ミサイルキックですね。さあちょっとあのフロムコーナーでコーナー気味のトラップキック、ミサイルキックですが、あとはカウンターする。もうこれはさすがに決めさせないというところですね。いやでもジャイアンツ選手が今見えてなかったんじゃないでしょうかね。そうですね、完全にあの視界の外から入ったんじゃないかと思いますね。不意打ちとしては最高の不意打ち、はい、さあここでやっぱり手は緩められない。さあこれはコーナーに押し込んでいきますか。コーナーに押し込んで、さあちょっとずつコーナーに振っていく。狙うのはあと2、ダブル2です。今度はコーナーにダイアンと選手を持っていって、さあ何を狙っていくんだ、何を狙っていくんだ。これはちょっと危険な香りがしています。さあこれはちょっと、うわーっと、これはどうですか、キックホイップ、
ャンスが終わりだもったいない終わりだ酒井さん、はい、やったーやはりやっぱり若狭選手とから1回転しましたね若狭縦に1回転していきましたがさあ、ザイアンツ選手も痛めていた右腕ですからね威力はなかったのか、半減していたのかさあ、長谷さん、次の1点に入るいや、レコードやるわアウトタイム入らなければ反則負けにはならないですからね、反則でもさあ、ここでいやらしい組一歩掴んで持ち上げてネクハングツリー不法投棄いい表現ですね、不法投棄こういってね、なんか冷蔵庫で押せるような感じで出ていきましたけれども長野、受けろほらさあ、これはちょっとボロ投棄のようになってしまっている中津選手ここでね、繰り返していきたいところですがあっと、これは危ない、これは危ないのバッ高い、非常に高いバックドロップ中田翔選手の顔がね、苦痛に揺れますね中田翔、ちょっと、これはヤシボールカウントを返す中田翔選手の右腕でもね、ちょっと弱々しいですねそうですね中田翔、今度こそ仕事しないさあ、宣言チョークスラムさあ、宣言式ホームランと同じぐらい打率が低い宣言式チョークスラムでございますが今度は浦和スコープができるのかできるのか掴んで上げてうわっ、これ一回転腕を落としていってなんだなんだこれは中田選手もうちょっとダメージでヘロヘロといった状態ですが中田選手にね再びねもう一度大きな拍手をね